末永雅雄。さあ、ゼッケン46番をつけます末永雅雄 S15、 自らのチームを率いてここ恵比寿に乗り込んできた。昨日はしかしベスト16に残ることができなかった。そういったところ、新しい車、このセッティング、いい方向に向かって、まずは1本目どうだ。アリスタスピードはまずまずですが、そこから角度をつけてきた。ゾーン2普通か。やはりここはセクター2が角度をつけて飛び込めないか。あ、どうやら車両トラブルが出てる。うわー、末永雅雄車両トラブル、ストップかけられた。うーん、何か液体漏れ。うーん、スタート地点、末永雅雄選手のマシーン、ストップがかけられました。うーん、これは水がポタポタだったら分かるんですけど、はい、その液体漏れだって、何かの液体と、はい、これはオイル系なんでしょうね。うわー、はい、いやー、これは末永雅雄選手、なんと2日連続、これはベスト16、取ることができなかった。帰り道鹿児島までの、いや遠いわ、遠いなー。